ロシア大統領、ウクライナ加盟なら全面核戦争も、核兵器使用しさ、ロシアのプーチン大統領とフランスのマクロン大統領が7日、緊張が続くウクライナ情勢をめぐり、モスクワで会談した、会談後の共同記者会見でプーチン氏は、北大西洋条約機構、NATO がロシアを、敵国と位置づけていると指摘、ウクライナが NATO に加盟してクリミアの武力奪回を図れば、 NATO 加盟の欧州諸国は、自動的にロシアとの軍事紛争に巻き込まれる、と警告した。ロシアは核保有国だ。その戦争に勝者はいない、と述べ、核兵器使用の可能性を示唆。NATO が防衛的組織だとの欧米側主張には根拠がないとし、不拡大の核医薬を要求するロシア提案を正当化した。